このキャンピングカーはもともとは 230V50Hz の欧州仕様ですが 100V50Hz に仕様変更され納車されました普段の生活圏は東日本ですので追加の電源設備も全て 50Hz で構築しています 50Hz 仕様で 60Hz の西日本に行く場合どのような運用をしているか説明しますこのキャンピングカーはリチウムイオンと発電機の組み合わせで 外部電源がなくても運用できる仕様になっていますので通常の移動を伴った行動パターンにおいては外部電源を使う必要がないため問題は発生しません問題が発生するのはキャンプ場で外部電源を使う場合です東日本仕様の50ヘルツの周波数で組まれた電源システムはそのままでは西日本の60ヘルツに対応することができませんそのため外部電源からの給電は ヘルツフリーの充電器のみとし外部電源切り替え機能付きインバーターや 230V 系統用の変圧器への給電はカットしますこの状態だと電源システムは外部電源からの給電がないと判断しますのでリチウムイオンとインバーターを使用して電源供給をします充電器は充電を始めますので充電器の充電電流からインバーターが使用している電流を引いた差がリチウムイオンに充電されます リチウムイオンの残量が少ないうちは電圧が上がることもなくある程度の電流が流れるので問題は発生しないのですがリチウムイオンの残量が増えていき電圧が上がってくると充電器が充電末期と判断し流す電流を下げます。充電器からの充電電流よりもインバーターの使用電流が多くなると今度はリチウムイオンからインバーターに電流が流れるのですがインバーターの使用電流は 家電の使い方によって変化しますので満充電に近い状態のリチウムイオンに対して重放電が繰り返されるという好ましくない状態になってしまいますこのため満充電近くになり充電電流が下がってきた辺りで充電器の電源をカットしそこからは放電のみの運用にしますリチウムイオンは満充電にはなりませんがキャンプ場で過ごす分には十分な残量にはなりますキャンプ場から出発し 移動中に発電機により満充電にすることで充電サイクルがリセットされ次のキャンプ場でも同様の運用が可能になります。ごご視聴ありがとうございました。